今回は VIF や VSHOW などを使った条件付きレンダリングについて説明したいと思います。まあ何でもいいんですけれどもテキストボックスをここに置いてみます。はい、こんな感じですね。でこれをまあ表示させたかったり表示させたくなかったりっていうのがあると思いますで。まあ前回前々回で説明したクラスとかスタイルのバインディングでも実現できるとは思いますけれども Vue.js ではディレクティブで VIF いうのを提供してくれてるんですね。これで、イコールなんちゃらとしてですね。フォームイズフォームディスプレイなんかにして、まあ何でもいいんですけど、ここのプロパティ名は。で、ここと、こう繋げるわけですね。フォルスとしておきます。そうすることでもし、これが true だったら、これ全体を表示させますよということになるので、 でデフォルトでフォルスを指定していますので、これは出ないということになります。それでは画面で一度確認してみましょう。F5 ボタンを押しますと、こんな感じで表示されないということですね。えー、そしてここのプロパティを true に変えることで、F5 を押すと表示されるようになります。これはまた他と同じようにボタン操作とかで操作できるわけですね。省略、記法で書きますけれども。 こんな感じでボタンを作ります。切り替わらないですね。まあ、チェンジフォームディスプレイとして、また例のごとくメソッドでそういう関数を作るわけですね。まあ、こういう書き方がスマートかどうかは別として、まあ、ご了承ください。で、符号をして切り替えると、まあ、出たり出なかったりという感じでなるわけですね。まあ、なんだろうなぁ。プレイスホルダー。 まあユーザー名のフォルダー。でこの vif のお友達で velse っていうのもあるんですね。これはまあ ifelse をご存知だったら大体わかると思いますけど。isformdisplay が false の場合は、場合はこちらの方を表示させますよということで、違いがわかるようにパスワードしておきます。で、最初はユーザー名なんですけれども、この トゥルーフォルスが切り替わることで、まあ、フォルスになった場合には if else の方が効いてこっちが表示されますよということですねそれで vif v else のお友達で v else if っていうのがあるんですよこんな感じですね isform display っていうのを o r ームタイプということにして最初は空の文字列を入れるというふうにプロパティを変更しますで vif フォームタイプがユーザーの場合っていうのとフォームタイプがパスワードの場合 っていうのと、マ、ま、イ、あ、ルスの場合はその他っていうプレスフォルダーでフォームを表示させるようにしたいと思います。ですので、ここのフォームタイプがユーザーにした場合ですね。f5 を押すと、このテキストフォームが表示されるということになります。で、フォームタイプをパスワードに設定すると f5 を押すと。 パスワードの入力フォームが表示されるわけですね。まあ、これは関係ないとして、other まあ、それ以外の場合ということですね。その場合は、その他の入力フォームが出るということになります。まあ、これが VIF、VELSIF、VELS の使い方で、VIF のお友達で V 賞っていうのがあるんですよ。多分、この V 賞って ELSIF とか使えないと思うんですけど。なので、とりあえずこれらは消します。で、まあ。 ユーザーにすると、まあ、同じですけれども、ユーザー名のフォームが出ますと、あーとか、ユーザーじゃないのにすると、条件に当てはまらないので非表示になるということですね。さて、この VIF と V 小は一体何が違うのかっていうところなんですけれども、これはま、ドキュメントを見ますと、VIF、VS、V 小っていうのがあるんですけれども、要はですね、VIF は高い切り替えコストがかかるらしいですね。VIF の場合は切り替えるときに、こう、なんか重くなる。 で、V 小は最初重いけど、切り替えの時は軽い。 らしいんですね。ですので、とても頻繁に何かを切り替える必要があれば、V 消を選びましょうと。で、条件が実行時に変更することがほとんどない場合、こう頻繁に切り替えることがあんまりないよっていう場合は、V f を選ぶようにすれば良いでしょうということですね。はい、ということで、V f などの条件付きレンダリングの説明でした。何か質問がある方はコメント欄にお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。